ハイウェイパトロールマン41マグナムは日本の遊戯銃メーカーである MGC が1972年に発売した ABS 樹脂製モデルガンである。略してハイパトと呼ばれることがある。モデルとされた S&WM271971 年に銃法刀権類所持等取締法が改正され銃口が開いている金属製で 黒色のモデルガンの所持が禁止されてしまったため、以後、日本では、モデルガンは、主な材質を亜鉛合金から、プラスチック製に変更して発売された。本製品は、これによる需要に応えるべく、MGC が開発、発売したプラスチック製、モデルガンの最初の製品の一つである。通常、モデルガンには、モデルとなる。 実銃が存在するが、本製品は、アメリカの銃器メーカーであるスミスウェッソン社の S&WM27 を模した、架空の銃で、ハイウェイパトロールマンという商品名が付けられているが、実銃で、同じ愛称の付けられている S&WM28 とは口径をはじめ各部が異なる。当時、黒い外観と短い銃身から出る迫力ある、高音と消炎が特徴で、 大ヒット商品となった。作動が安定していることと、それまで日本の実写映画で多く用いられていた電気銃と異なり、外観が実在する銃とほぼ同じものであることから、映画やテレビドラマ用のステージガンのベースとしても広く採用され、日本の刑事ドラマにはほぼすべてに登場するようになった。大ヒットに便乗する形で、同業他社からデッドコピー商品も発売された。 本製品をもとに開発、発売された44マグナムの重心を変更した製品がハイウェイパトロールマン44の製品名で発売されるとそれに置き換えられる形で絶版となったが、後に MGC がモデルガン用シューティングゲームシステムを発売した際には、そのセット販売用としてハイウェイパトロールマンのシリンダーを44マグナムと同じものとした S& W ヘビーマグナムが発売されている。モデルとなった S&WM27 は357マグナム弾を使用する口径 9mm の拳銃だが本製品では41口径弾を使用するものと想定して設計されている。当時 MGC の開発部長であった小林多造によれば持った時に重く感じるように あえて後継を大きく設計したとされる。MGC 社内の開発コードは SW10 と呼ばれ、スミスウェッソン社の10を基礎としたモデルガンであることを示している。輸出時に商標上の問題が発生しないように製品上、スミスウェッソンという表記は一切使用されず、シンボルマーク等も禁じはしているものの、MGC オリジナルのデザインに変更されている。しかしながら、 国内製品版に限り、グリップ上のメダリオンには、スミスウェッソン社のトレードマークが使用されている。メインフレームは俗に言う天ぷプラ構造で、亜鉛合金製の基部に ABS 樹脂の外装を被せる構造となっている。グリップには、木質感のあるプラスチック製のサービスタイプが装着されていたが、別売のグリップスペーサーを装着すれば、 MGC から発売されていた金属製コンバットマグナム用のターゲットグリップを取り付けることができた。モデルガン独自のアレンジが加えられているもののダブルアクション、シングルアクション、リバウンド、スイングアウトなど基本的に実銃と同等のメカニズムと動作が可能になっている。カートリッジは弾頭部も再現された真鍮製で遊戯用の紙火薬を装填し、 発火させることができた。カートリッジは先端が中空になっており、銃本体の回転式断層全部に設けられた激震により、弾頭に当たる開口部から内部に装填された火薬を撃発させる方式だが、初期モデルの激震は鉄板を単純に折り曲げたもので、不発が多く、すぐに錆びるので中鉄製、後には亜鉛合金製のものに変更になった。なお、 使用には製造年度により数種類の差異があり、激発方式は同一ながらカートリッジの構造、構成は複数回にわたって改良されている。1972年の発売時の MGC 直営店価格は3600円、専用カートリッジが12発1400円、6発700円であった。前述のように製品名にはいくつかの才があるものの、 ハイウェイパトロールマンとして発売された製品は製造時期による仕様の違いを除けば1972年に発売された3.5インチ重心モデル一種類しかなく重心長などを変更したバリエーションモデルは存在していない1974年には本製品の仕様部分を流用しシリンダーを44マグナム弾を模したカートリッジに合わせて大型化し グリップを変更して重心を6.5インチとした44マグナムが発売され1977年44マグナムの重心を4インチに変更した製品がハイウェイパトロールマン44の製品名で発売され1972年に発売されたハイウェイパトロールマンは以後製造中止となっている1983年にクシューターワンレイ X システムが発売された際にはターゲット部とセット販売という形で3.5インチ重心のオリジナルモデルのシリンダーを44マグナムと同じ大型のものとし重心右側面の後継表示が削除された S&W ヘビーマグナムが製造されシューター1とのセット販売品のほか後には単品でも販売されたテレビドラマ実写映画に用いられる ステージガンとして数多くの作品に登場した。たた数、ハット AB なお、ハイウェイパトロールマン41マグナムの故障は俗称、もしくは通称であり、発売元の MGC による正式な製品名ではない。製品名は時期により異なり、一定していないが、メーカー公式のものとして用いられた名称はの3種類がある。AB やはり製品名は時期により異なり、 ニューハイウェイパトロールマン44の名称で販売されていた時期も存在する。41後継弾を使用する S&W 社のリボルバーとしては S&WM57 という製品が実在する。リバウンドスライド、引き金に力を加えた時以外は撃鉄をわずかに交代させて撃鉄の先端が実砲の新慣に触れないようにする安全装置の一つ。 MGC ハイウェイパトロルマン41マグナム、ホワットイズハイパト、旧ハイパトの価格。ありがとうございます。